こんばんは。皆さんお元気ですか？ちょっと今日はね、悩みでも話そうかなと思って、最近のちょっとした悩み。なんていうかね、投資始めたんですよ、最近。投資。きっかけがありまして、僕、PayPay のアプリをダウンロードしたんですよ、今年の。5月、6月ぐらいからもうちょっと前かな。まあ、今年になってね、PayPay のアプリたまたまダウンロードしたんです。で、僕、ソフトバンクユーザーでね、ちょっと PayPay のアプリダウンロードするちょっと前に iPhone の修理したんですよね。で、その状態で PayPay ダウンロードしたら、その今までの受け取ってなかった特典とか、なんか iPhone の修理代とか、そういういろんなものが一気にまとめて入ってきて、なんか1万以上ポイント入ってきたんですよ。えってびっくりしたんですけど、はって、修理代金全部返ってきたじゃんって。たまたま入れたけど超ラッキーって思って。で、って思ってたら、なんかその頃ちょうどね、PayPay の、投資するサービスが始まったんですね。ポイントで投資できますよって。で、まあ、使い道もなかったしね、って思って試しにそのあったポイントを預けてたんですよ、投資に。そしたらね、まあ、コロナの影響でめちゃめちゃ増えて、ちょうどね株価下がってた時期だったんですよ、確か。で、なんか僕1万円以上もらったやつ預けてたら、なんか4000円以上増えてプラス40%みたいな。ってびっくりして、こんな増えんのって思って、なんか投資ってで、そのハードル高いし、今まで関係ないなと思って、自分と関係ない世界の話だなと思ったんですけど、ちょっとびっくりしてね、っていろいろ調べたんですよ。投資やんなきゃって思って、うわーって。この頃僕なんかもう投資の話ずーっとして、お金の話して、会社の人に嫌われてたんですけど、職場の人に 嫌われてたっていうか、またかみたいな感じで。でね、なんかいろいろ始めてて、ロボアドバイザー最初始めたんですよ、ロボアドバイザー。あ、なんかすごいって。AI。すごいじゃん。これやろうって思って。なんかいろいろ、講座とか作ったりしてたんですけど、とにかく時間かかるんですよ。もうなんか世間ではもう株価下がって、日々上がってて、早く投資したいのに、なんだよこれ。もういろいろ時間かかりすぎ。うわ、住所確認するためにこれやって、書類やってって、市役所行ってて、うわー。だるー、もう早くやってって、早く株買わにゃって思ってたんですけど、まあ、なんとかね、やったりしてたんですけど、そういうことしつつ、いろいろ調べてたら、どうもね、ロボアドバイザーってあんま効率よくないなと思って、これ、個人のね、意見ですよ。どうもね、なんかロボアドバイザーって手数料高いんだよね。1%だっけ取られちゃって、もうこの時点で、不利なんですよ。毎年かな、預けてる金額の1%手数料取られて、1%って大した金額じゃないよって思うかもしれないですけど、すげえ、ね、バカになんないんですよね、積み立ててったら。で、どうも、そのなんか、その時軽く調べたら、海外だと、手数料もっと安いっていうのと、確かロボアドバイザーね、日本はまだ普及してないですけど、海外はもうちょっと普及してるし、でね、何よりびっくりしたのは、なんか、うわ、かっこいいって思って、AI でどうたらこうたら、こういうふうにやりますみたいな感じで、うわ、かっこいいって思ったんですけど、どうもね、海外のロボアドバイザー、事情を調べると、なんかそんなね、運用益いいやつって複雑なことしてないんですよ。なんかもう最初に人間が、なんか短いっていうか少ない、銘柄の中で選んで、みたいな。ちょっと機械はちょっとサポートしますよぐらいなのが、なんか特別な AI とか使ってるやつより運用成績が良かったりしてね、確か僕が調べた時に、びっくりしたんですよ。あ、で、だんだん調べるうちに、投資ってそんな複雑なことしなくていいんだって思って、複雑な売り買いとかしないで、そのなんかちゃんとしたやつを買って長いこと保有してるっていうのが一番いいんだなって思って。で、いろいろ調べるうちにね、積立 NISA が素人には良さそうだなって。利益、投資で得た利益って税金取られるんですけど、それを取られないっていう国の制度なんですけど、積立 NISA。あ、これすりゃいいんだって思ってね、
ロボアドバイザーから積み立て NISA に切り替えたんですけど、そうやっていろいろ調べてると、あ、投資って便利だなーって、まあ、実際金増えたしね、その1万円がプラス4000円みたいな感じで、あ、教えなきゃ教えなきゃって思ったんですね。俺なん知らなかったよって、知ってたらもっと早くから始めたのに、もう10年前から始めてたらめちゃめちゃお金増えてたのにショックだなーって思って、でね、そんな感じで、そういう流れで実際自分が儲けて、でいろいろ調べて、ああやっとけばよかったと思って、もっと早くに知っとけばよかったと思ったっていう流れがあった上でね、ある日友達から連絡かかってきたんですよ。で、友達から最近どうみたいな感じで、久々だけどって、なんか雑談しててね、投資始めたんだよ俺って言って、で投資こういうのでね、積み立て NISA っていうの始めてねって言って、まあもう完全に善意で言ったんですよ、いいもんがあるよみたいな感じで。そしたらめちゃめちゃ友達に疑われて、え、何それって、何騙そうとしてんの、その主婦の女性なんですけど私を騙そうとしてんのって、えいやいやいや、俺はちょっと資産形成とかに役に立つかなって思って、積み立て NISA っていいよって思って言ったんですけど、もうなんかすごい人格否定みたいなのを受けたんですね。独身をこじらせてるみたいな。いや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 、これは主婦の人こそやった方がいいよ。なんかそうやって積み立てれば、子供とかの学費とかも払えるんじゃないかなと思って。なんかまあやるのは自由ですけど、知っとくだけでも損じゃないと思って、自分なりにね、いろいろ調べた長期積み立て分散ドルコスト平均法とかね、軽く説明したんですけどね、めちゃめちゃ人格否定されて、嘘だろって超ショック受けたんですよね。もう本当にここ最近で一番ショック受けましたね。皆さんは投資とかやってますか？この僕の動画を聞いてくれてる、見てくれてる人って、まあ、ほぼいないと思うんですけど、ほとんどね。でもまあ、ついでにね、友達とかに言うと嫌われるから、ちょっと投資の話とか言うと、嫌われたくもないしね、俺も。まあ、役に立たないかもしんないけどね、ちょうど投資の話でもしてみるかっていうのと、ほんと最近の悩み。嘘やろって、俺善意で言ったんだけどな、って。善意で言ったんやけどな、そういう話でもしようかなって思って。でもまあこの話、ほんと聞いてくれた人何人いるか分かんないですけど。ていうかまあ多分これ聞いてる人って投資とかも YouTube とかでいろいろ調べてんじゃないかなって思うんですけど。その投資についてね、なんか、あ、いいなって思ったやつ、ちょっとまあ、概要欄とかにね、リンクを書いておきますんで。ちょっと、って興味が生まれた人は見てもらえたらいいなって思います。ほんと、それと、ほんとに悩み言いたかっただけ。みんな元気してますか？悩みすぎないようにしてくださいね。それでは、また。